今回のこのイベントなんですけども、本当に自分の心に帰ること、自分自身だよね。でやっぱり命と光っていうのが自分の中でものすごくテーマ でこの後ライブの中でもお話ししたいなと思っているんですけども、自分がものすごく一番苦しくて辛かった時で、結構生活も窮していてお金がないんだって言った時に、いやいいからいいから、まあ来なよって言って呼んでくれて、その時に歌ってくれた一曲を今回リクエストしています。ではそろそろ時間が、お時計ないなんでしょうね、この微妙な癖っていうんですかね。35分、じゃあ準備の方大丈夫でしょうか。では涼介さん、はい、お願いします。毎節っていうのにそのままなんかライブに入ってるんでね、多分今ね PA さんちょっとごめんなさいっていう、そして今出てきてもらってなんなんですけど、両端にもう絵が飾らせていただいて、3月いっぱいこちらに置かせていただけることになりました。というのも昨日の夜にですね、こちらに来てせっせせっせと作業をさせていただいて、僕がソロの音楽活動をね、こちらでプレイステップしたんでやらせていただくことになりました。キャズさん、今日よろしくお願いします。音響キャズさんです。というわけで、じゃあ、はい、ほのぼのとじゃあチェンジしてもいいですか。はい、なんか場をちょっとややなんか見出しながら帰ってきて、ちょっとねアーティストに対して優しいのこれはどうかっていう感じなんですけども、ではよろしくお願いします。オープニングアクトをさせていただきます。涼介と言います。あ、じゃあ、慣れ初めというかですね、慣れ初めちょっとありますけど、14年前や神奈川のヤマトというところのライブハウスで、ちょうど結構ライブをそこそこやっていた時期で、付き合いも多くて、確かにふわふわとしてて、いろんな人と話をしてたかもしれないので、ガッとこう掴まれて友達になってくださいと確かに言われてる気がするんだけど、その時多分俺はいいの俺でって言ったような気がするんだけど、こんなのでよろしければぜひ友達にということで、そこから繋がってあっという間に14年、早いですね。年取るわけです。はい、当時は30代だった俺も今はですね、もう、あと3年もすれば50という、あちゃはまだお兄さんって感じだけど、俺はもうもはやおっさんなんですけど、今日は当時の気分で、心だけでもちょっと分かるんですね、やっていきたいなと思います。で、心に帰る通り道でしたっけ。心へ帰る。そう、途中で変えちゃったんです。ちゃんと覚えとけよっていうのがあるんですけども、そういうことなんで、通り道ということで、道を導くような感じのですね、歌を、これいずれも You なんか、アチャでいいか、アチャでいいよ、アチャ、アチャにリクエストされた2曲、その道を導くような形のですね、曲を2曲お送りしたいと思いますので、聴いてください。最初はですね、じゃあゼラニウムという曲になります。ありあり、大丈夫、大丈夫、しっかり動画で大丈夫です。
忘れてしまった二人は
お願いします。
頑張れ、縛るよ、縛るよ。